センプランは AMD から発売された低価格パーソナルコンピューター向けのマイクロプロセッサシリーズの名称である。マーケティングポジション的にはデュロンシリーズの後継にあたりアスロン XP ベースのものとアスロン64ベースのものとアスロン 2X2 ベースのものがモバイル用にはさらにツリオン64ベースのものがそれぞれ存在する。アスロン XP ベースはソケット A に アスロン64ベースは、ソケット754ソケット939、ソケット,ト a m 2にアスロン 2X2 ベースは、ソケット a m 3にツリオン64ベースは、ソケット s 1にそれぞれ対応する。AMD は、かつて、ローエンド向け CPU である、デュロンシリーズを送り出していたが、その後はコンシューマー向け最上位製品の、アスロン XP で、ハイエンドから、 ローエンドまでをカバーさせていた。一方、ライバル企業インテルは、ローエンド市場において確立させた、専用のブランドセレロンシリーズを依然として維持しており、ハイエンドからメインストリーム向けブランドであるペンティアム四4シリーズの CPU 性能を引き下げた製品を、セレロンシリーズとして発売させていた。インテルのローエンドブランドには、 ローエンドブランドを競合させることが特策であると判断した AMD は新たな低価格パーソナルコンピューター向け CPU ブランドを再び市場に投入した。それが全プランシリーズである。21世紀に入る頃までは主に CPU の動作ロック数値を上げることが、すなわち CPU さらにはパソコンの性能の向上に直接つながったため AMD インテルの両社は クロック工場に激しくしのぎを削っており、またその認識は一般消費者にも浸透していた。インテルが2000年に投入したペンティアム4シリーズは容易に高クロックで動作する製品を開発できるネットバースとマイクロアーキテクチャを採用していた。一方の AMD は動作クロックを低く保ちながら高い性能を実現したが動作クロックについての世間一般の認識が 従来のままの状況の下ではインテルに対し不利な戦いを強いられていたため比較的低い動作クロックの CPU でもペンティアム4と同等の性能を持つことをアピールすることが可能なモデルナンバーを考案しアスロン XP という新たなブランド創設と合わせて導入を行ったアスロン XP のモデルナンバーは性能的に相当するペンティアム4の 動作クロック数に調整されていた。しかし、インテルには、それとは別に、ローエンド向けの CPU であるセレロンがあった。セレロンはペンティアム4に細工を加えることで性能を抑えた低価格製品であり、ペンティアム4以上に、性能の割に動作クロックが高く、一般消費者の目には、価格訴求力も高く映った。AMD が、 アスロン XP のモデルナンバー1本でこれに対抗するのは難しくなっていた。そこでアスロン XP のモデルナンバーとは別に対セレロン用に調整したモデルナンバーを導入することにし、それまでの製品シリーズとは不連続である新たなブランド1000プランを新設発表した。セレロンや1000プランのローエンド市場向け PC ではビジネスソフトなどが中心で、 マルチメディア処理を重視しない。マルチメディア処理は当時の AMD の CPU では不得意としていた分野であったが、モデルナンバーを決定する評価から足を引っ張っている。マルチメディア処理を外せば、その分高いモデルナンバーになる。性能の割に動作クロックの高いセレロンに対応するようにして、センプランのモデルナンバーも性能の割に高くなるように調整されている。 アスロン XP のモデルナンバーはペンティアム4の動作クロックをターゲットしているが、初期のセンプランはセレロン D の動作クロックをターゲットとして設定されていることなどが代表例である。したがって、モデルナンバーの表記方法はアスロン XP のそれと全く同じであることから比較できそうでありながら、実は比較できない2系統のモデルナンバーが登場することとなった。 モデルナンバーは対抗するインテルの CPU との一種間性能比較を目的として創設したものでありながらセンプランブランドの創設により同じ AMD のアスロン XP という意種との比較では参考にならないという新たな混乱を生んだ。法人向けパソコンに搭載する場合パーソナルコンピューター企業によっては筐体に貼り付けるステッカーにはセンプランのステッカーを貼り付けず ビジネスクラスと明記されたステッカーを貼り付けていた。なお、コンシューマー向けへパーソナルコンピューターの場合は、デュロン同様、パーソナルコンピューター企業の判断や商品価格を下げるためなどの理由で、あえて筐体に貼り付けずそのまま出荷することもあった。ソケット A13000 ソケット A 用のンプランは、アスロン XP をベースとした、廉価製品。 大半の製品が非公式に SMP をサポートする。ソケット754番2800ソケット939番 OEM 向けに出荷された。2006年3月より一部でバルク品の販売もされた。ソケット AM2 番3400ブリズベーンコアのアスロン X にベース。ソケット AM3 番リゴアコアのアスロン2がベース。リゴアコアのアスロン2がベース。 停電圧版モバイルセンプラン2600、モバイル、発売初日から K7 と K8 という2世代のアーキテクチャにまたがって展開されていたデスクトップパソコン向けセンプランとは異なり、モバイルセンプランには K7 ベースの製品は存在せず、したがってモバイルアスロン64、スリオン64をベースとしたものである。ソケット754に対応する。 デスクトップ向け製品と異なり、ヒートスプレッダーを搭載せず、省電力機能として、パワーナオを搭載する。より熱設計電力を抑えた、低電力モバイルンプランも存在する。ソケット S1 に対応した、モバイルンプランはツリオン 64X に、アスロン 64X にデュアル。コア4ノートブックスをベースにシングルコア仕様に再設計し、 L にキャッシュが5 1 2イトへ変更となり、拡張命令セット SSE3 へも対応している。他に、標準デパワーナオや AMD64 へも対応している。また、2009年以降より、OEM 向け専用として、ライオンコアのツリオン X2 をベースとしたセンプラン、X にデュアル、コア4ノートブックスが出荷された。このデュアルコア版は、 ライオンコアのツリオン X2 や、アスロン X にデュアル、コアフォーノートブックスに対し L にキャッシュが半減されており、ライオンコアのアスロン X にデュアル、コアフォーノートブックス同様、AMDV が省略されている。ソケット S1 番65ナノメートル SOI で製造される、ライオンコアベースのシングルコアセンプラン。MMX、エクステンディット3なお、SSE、SSE2。 SSE3、AMD64、パワーナを NX ビットに対応する。u コンプラットフォームと共に発表されたシングルコアの組み込み、ノートブック向け製品。アスロンネオの廉価版と見られている。AMDM692、e、チップセットと組み合わせて利用する。詳細は、アスロンネオの項にある。ありがとうございます。